どうしたの？何？何プレゼントがあるの？何？何プレゼント？ちょっと来てもらえる？うん。何何？何何？今から。うん。魔法をかけたいと思います。お風呂に？お風呂に。うん。お願いします。入浴剤？お、すごい。すごいでしょ。すごい。何これ？泡風呂？泡風呂。かわいい。というわけで、今日は一緒に泡風呂に入っていこうと思います。イエーイ。久しぶり、一緒にお風呂入るの。終了。すごいよ、これ。じゃーん。じゃーん。すごい。はい。泡風呂だ。小さい時からのさ、うん、夢じゃない泡風呂って。そうだね。なんかさ、小さい時さ、うん、怒られるじゃんこれ泡風呂、うん、自分の実家でさやったら、うん、すごい泡が、うんうんうん、どう？かわいい。うー見して。うーわかわいい。そういうの似合うね、ちょっと。ベースベンなんじゃね。かな。うん。あ、かわいい。あ、でもこれは結構いい感じじゃない？いい？うん。もうだいぶ泡が、粗くなってる。うん。気持ちいいね。気持ちいい。うん。久しぶりだね。ね。久しぶりに一緒にお風呂入った。うん。ちょっと狭いけどね、やっぱり。まあね。密着できるじゃん。そうね。狭い方が。懐かしくない？うん、昔さ動画でさ、わたさくごっことかやってた。出たね。ね、うん。この間久しぶりに見たらやっぱりいいねあのドラマね。ああそうだよね。大丈夫俺の膝小僧が見えてるけど大丈夫？大丈夫。ね、どうだろう、乳首は 見せないで。あ、わかんないから。映ってないから大丈夫だ。わかんないから、YouTube 的に、うん。まあ大丈夫でしょ。まあ男だからね。そうなんだよ、ね。だって海とか行ったらね、結構ね、出ちゃうし。そうだね。ほら、泡が復活したよ。ね。え、なんで今日泡風呂用意したの？普段一緒に風呂入るってあんまりないから、うん、あのスキンシップの意味も兼ねて。ああ。俺と一緒にお風呂入りたかったの？入りたかった。うん、そうなんだ、うん、え、でもたまに入る一緒にやっぱり、うん、いいよね、こういうの、うん、楽しい、うん、ついた？ついた、ついた、うん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 、やっぱしょくちゃん、鼻の頭についてるのかわいいな。なんかホイップクリームつけてるみたい。うわっうわっ。あーあー気持ちいいね。うん、少量って言ってんだろ。じゃあ、うん、俺の、うん、好きなとこ10個言ってよ。え、またいつも聞いてくるよね。うん、じゃあ10個ね。うん、え、目、鼻、口、だから耳。そういうのじゃないんだって。そういうのじゃなくて、好きなところ。好きなところね。うん、目、鼻、口じゃなくて。じゃない。え、10個、うん、まず、愛嬌があるところでしょ。真面目なところ。優しいところ。あと、イケメンなところ。あとは、たくさん食べるところ。あと、俺のこと好きなところ。あとね、甘えてくるところでしょ。あと3つ？あと何かな？まあ、頑固なところもいいかも。自分のことしっかり持ってるって感じで。あと、負けず嫌いね。あと、最後は、最後なんでしょ？なんだろう。なんか何があるかな。何？思いつかない。嘘。もう全部が好き。
翔ちゃん。ありがとう。うん。嬉しいな。うん。似合ってるこのピラス。本当？うん。ね。うん。かわいい。うん。上がる？うん。そろそろ上がろうか。うん。うん。ひょにょ。はい、というわけで今回はお風呂を一緒に入る回でした。はい、はい、さっぱりした。さっぱりしたね。気持ちよかった、はい、うん、はい、なんかやっぱり久しぶりにさ一緒にお風呂に入るといいね。うん、スキンシップ取れるし、うん、なんかいろんな話できたね。そうだね、うん、確かに。もう結構長い間入ってたよね。3分ぐらい入ってた。でも今ねすごい暑いの。はい、はい、というわけでですね、うん、今回の動画はここら辺にしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。え、しゃってるの。あー。